皆さん、こんにちは。劇的な勝利を決めた日本対ドイツ戦、日本中が盛り上がりを見せた一晩でしたが、その試合終了後にドイツのセンターバックリュディガー選手が答えたインタビューが話題になっています。今回はリュディガー選手の経歴と話題になっているインタビュー内容を紹介していきます。名前、アントニオ・リュディガー。生年月日、1993年3月3日。出身、ドイツ・ベルリン。所属、レアル・マドリード。ドイツ代表フェルタ・ツェーレンドルフのユースチームでキャリアをスタートさせ、ボルシア・ドルトムントのユースチームを経て、2011年に VFB シュトゥットガルトユースに移籍しました。2011年7月23日、アルミニア・ビーレフェルト戦でプロデビューを果たし、2012年1月29日、ボルシア・メンヘングラートバッハ戦でトップチームデビューを果たしました。2015年8月19日にセリエ A のエースローマへ、2016年6月まで1年間の期限付きで移籍しました。2015年から2016年シーズン終了後、AS ローマはリュディガー選手に買取オプションを行使しました。2017年7月9日、プレミアリーグのチェルシー FC と5年契約を結び、背番号は2であることが発表されました。11月29日、第14節のスウォンジーシティ戦でプレミア初ゴールを決め、2017年から2018年シーズンは27試合に出場しました。代表出場経歴は、2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たしました。フランスで開催されるユーロ2016のメンバーにも選出されましたが、練習中に右膝十字帯靭帯を断裂し、代表から離脱することになりました。その後、2017年5月ロシアで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2017の代表メンバーに選出されました。2017年10月8日のワールドカップ予選アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げました。今回の日本対ドイツ戦でも日本代表フォワード浅野拓磨選手とマッチアップした際、通常より太ももを高く上げて走り、特徴的なステップを見せたドイツ代表アントニオ・リュディガー選手に様々な反応がありました。突然走り方を変えたことに SNS では、一回浅野さんを煽ってたから油断したところを仕留めたという形かな、リュディガースキップみたいな走り方して笑ってたよね、などの声が上がった。リュディガー選手の走り方を煽りと捉えているファンもいるようです。またアベマで解説を担当していた元日本代表フォワード本田圭佑選手は、リュディガー選手の特徴的なステップに、今のはちょっと性格悪い、バカにしたような走り方とコメントを残していました。しかし、リュディガーの走り方は本気で走るときに出るから、浅野のスピードは脅威やったんやな、バカにしたプレーとは思わない、などのコメントも見られました。いつもではないが、確かにリュディガー選手は今回のように太ももを高く上げて走ることがあります。一方、かつてリバプールやバイエルン・ミュンヘンなどでプレーした元ドイツ代表ミッドフィルダーディートマ・ハマン氏がリュディガーを痛烈に批判しました。とてもアンプロフェッショナルだ、普通ではない、ただの傲慢だ、彼は笑われている、今1チームだけ笑われている、試合でのスプリントは相手をリスペクトすること、相手をリスペクトするんだ、彼はそれをしなかった、それについては説明できないし言い訳もない、というコメントを残しています。一方、リュディガー選手を擁護する声も出ています。オランダメディアフットボールインターナショナルは、リュディガーの狂ったスプリントはおそらく侮辱したわけではないと見出しを打ち、リュディガーの振る舞いは本当に侮辱する意図があったとは思えない、チェルシーに在籍していた際、入荷する戦で過去に同じことを見せていたことがあったと説明しています。またアルゼンチンメディアバルスキースポーツは公式ツイッターで、数ヶ月前彼自身は試合であのようなクレイジーな振る舞いをする理由を明かしていた、それは
スタジアムの観客があまりに静かだからということだと投稿しており、ルディガー選手の寄稿は対戦相手の選手に向けられたものではなく、テンションが落ち始めていた観客を沸かせるための目的であると言及していました。ルディガー選手はピッチ内外で非常に明るい人柄であることは有名な話ですが、余裕を見せつけるようなステップの直後に2失点の逆転負けを喫していることもあり、心象の悪い結末となってしまいました。そして過去のインタビューでルディガー選手は以下のような発言もしています。私は対戦相手との心理戦やトラッシュトークが大好きですし、それが必要です。私は対戦相手を分析するのが好きで、よし、ちょっと挑発してやったらどんな反応をするかなと考えるんです。でも最初から誰かを狙って挑発しているわけではないんです。それは自然にやってることなんでね、と答えていました。ですので浅野選手にした桃上げ走りは浅野選手の出方を伺った行動だと思います。そしてその試合後にリュディガー選手の答えたインタビューが話題を呼んでいます。試合後インタビュアーに日本対ドイツ戦について聞かれると、私たちは良い入りだったと思います、決定機を作りましたし、決定機前半守備もすごく良かったと思います、後半は2失点とも簡単にやられすぎだと思います、私たちは2点目を決めなくてはいけませんでした、そんなに話す必要はありませんが、2失点目はこのレベルでは起きてはいけません、多くの選手がペナルティエリアに入ってきてすごく難しかったです、それで彼らは同点に追いつきました、シンプルにバカバカしいですね、決定機があったと言っていますが、あなたの意見のなぜゴールできなかったのですか、ですが解説するのは難しいですね、最終的に決めれなくて、それを決めなくてはいけないんです、でも今はここで何かを学んで前を見なくてはいけません、きつい出来事ですが私たちは前を見なくてはいけません、私たちが見せた力はもっと多くのことに値したと思います、上記のように日本戦に対して後半からなぜ守備が崩れ始めたのかリュディガー選手も分かっていないようで、そこは森保監督の作戦勝ちだったのではないでしょうか。ワールドカップというものは何度経験してもプレッシャーでいつも通りの動きができないものです。日本代表選手もこのまま勝ち続けてほしいですね。今回はリュディガー選手の経歴や日本戦で見せた桃上げ走り、話題になったインタビューについて紹介しました。桃上げ走りが日本選手を煽ったものなのかは分かりませんが、悪意はなさそうです。日本代表選手もドイツ代表選手もまだまだ試合が残っていますので、今後の試合から目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。